大阪府立北千里高等学校は、大阪府水田市の千里ニュータウンにある、公立高等学校。高校生急増期対策として、昭和後期の1978年に、府立113番目に開校したマンモス校。水田市の外れで、見直しとの市境に立地し、生徒の70%が、自転車通学で、事実上の地元集中校となっている。 千里丘陵での日本万国博覧会開催の翌1971年に誕生した黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。千里ニュータウンの一角に位置しているが、北東側に隣接の関西学院千里国際中東部、高等部の住所は見直し、小野原西である。西側に、 隣接の国立循環器病研究センターは2019年7月に JR 京都線、岸辺駅前へ移転した。かつて2学期制を導入し、2年生の時点で分1系、分2系、理系にコース分類されていた。2010年度から再び3学期制に戻され、2012年からは分系、分離型、理型に分類し直されている。2003年度、 文部科学省の学力向上フロンティアハイスクール事業に指定。その一環で、同じ大阪府立で、同じ水田市にある山田高校、千里高校、水田高校、水田東高校など発行と一緒に、立命館大学法学部の高大連携法学基礎講義を受講するなど、関西大学や大阪大学、大阪外国語大学などと連携に取り組んだ。 2019年6月現在、生徒数1,116人で、半数48%が、地元、水田市に在住し、70%が、自転車で通学。少子化時代ながら、山田高校と共に1学年中学級という、マンモス校であるため、クラス替えで親友と同じ学級とならなかった場合、影キャラになり、空に閉じこもってしまう子もいる。 恐れがある、と大阪府議会で指摘された。2018年6月の大阪北部地震で被災し、体育館の屋上からコンクリートが落下。数ヶ月の間、使用できなくなっている。1、確かな学力を育成し、自己実現を図るに、豊かな感性と貢献する志を育てる3、健やかな体と自立の獲得を図る。効果は、西山達夫による、作詞。 発した新一による作曲。生徒は自転車通学、電車通学、徒歩通学に分かれ、割合は約6.53.40.1である。自転車通学の生徒は、通学用自転車を登録すれば専用シールが配られ、自転車通学を認められる。登録せずに自転車通学すると指導の対象。一年生は、屋根なしの駐輪場を、 2から3年生は、屋根付き駐輪場を使用できる。電車通学の生徒は、最寄り駅の阪急北千里駅から学校まで、千里家焼き通りを歩く。校門が1個しかないため、峠工事に、千里家焼き通りが生徒で溢れ返り、近隣からのクレームがたびたびある。北千里高校は、遅刻が少ないことを誇りに思っているため、遅刻防止習慣が存在する。校舎は、 半世紀前の開口時の建築のため、トイレの便器は和式と呼ばれるしゃがみ込み式。タイル張りの床で老朽化のため清掃しても、夏場は配管から匂いが上がるため改修を進めているが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で工事が2021年度にずれ込んでいる。なお、旧体新基準の既存不適格で、震度6強の揺れで、 東海の恐れがあるため2010年から改修を行った。また、最寄り駅の阪急地里線北千里駅から桜井駅方面へ延伸の計画がなくなったため、線路用のフェアリーチが北千里高校用に当てられ、グラウンドとなった。ありがとうございます。